ばんは。私は、東京電力の関連会社の関東電気保安協会で電気の維持をしているの山といいます。私の会社の理事長は東京電力の会社の社長、理事の半分が東京電力の社長です。したがって今度の原発の被害について、あるいはこれからのことについて会社では一切誰も喋るなということになっております。で、今日もどうしようかってさっき悩んだんですけれども、やっぱり東京電力の関連会社の社員の一つとして、一体僕ら電気技師が何を考えているか、そのことだけをお話ししようと思ってこちらにやってまいりました。今度ね、明日うちの会社の所長にバレるとですね、多分呼ばれると思うんですけれども、原発の被害は自分の暮らしの大事な問題ですから、あえて今日はここに来させていただきました。私の会社の労働組合は民主党支持です。で、私の会社の企業内議員さんは東京電力出身の社員の方です。うちの会社は全ても原発推進で広がっている会社なんです。しかし皆さん、私は今日も約80件のお客様のところに電気の安全的に行ってまいりました。皆さん一生懸命省エネで頑張っていらっしゃいます。今日はちょっと涼しいもんですからエアコンつけない方もたくさんいらっしゃいました。私は電気の安全点検の方は省エネ頑張ってますかと、私一生懸命頑張ったと皆さんおっしゃるんですね。それはやっぱり原発がなくても今の東京で電気の暮らしはできるということを一人一人の消費者の皆さんが心得て暮らしているからできるわけです。で、私はその家を帰ってみるんです。奥さん、ありがとうございます。みんながこうやって省エネをすれば、今原発は一気も東京電力は使っていないわけですから、これからも大丈夫なんて言ってですね、お互いに話をして帰ってくるんです。皆さん、原発がなくても東京、関東では立派に生活ができることを多くの消費者の皆さんは知恵を持って実行しています。政府や新聞社は原発がないと生きていけないと言いますけれども、現に私の言っているお客様はみんな頑張って原発をして頑張っています。私の方は明日からまた関連の社員が一軒一軒訪問して東京電力の仕事をやっているんですが、一人一人は心の中で原発のない日本、原発のない東京、これを作るために頑張っていこうと日夜頑張っております。多くの皆さん、ぜひこれからも私ども東京電力の会関連会社の社員であっても、やっぱり原発には反対していることをぜひ聞いていただくことをお願いして、私からもアピールしたいと思います。ありがとうございました。